皆さんこんにちは、川内浩のニュース解説です。今回の辺野古の即日結審の件なんですけどね、これもう司法は日本になくなってるんじゃないかと。そもそも行政不服審査をですね、国の機関が申し立てをすると、この辺野古のしかないんですよね、事例として。まあ、ありえないことをしてるわけですね。でしかも、防衛大臣が国土交通大臣に対して沖縄県が埋め立てさせてくれないからおかしいんだもんって、埋め立てさせてくださいよって不服を申し立てると。防衛大臣は内閣のメンバー、国土交通大臣は内閣のメンバー、国土交通大臣が、いやいや沖縄県が言ってることが正しいから埋め立てさせなくていいんだもんって言っちゃったら内閣不一致になっちゃいますからね。そんなことありえないわけです。沖縄県がおかしいっていう結論になるのは決まってるわけです。だから行政不服審査法は国民が不服がある場合に申し立てると。国土交通大臣や防衛大臣というのは国の機関であって行政権力そのものなのでですね、行政権力がどうして、自分の権力を振るえないからおかしいもんっていうのは、私はですね、そもそもこれおかしな裁判をしていると。司法はその辺をしっかり判断すべきなのではないかと。あんたたち申し立てる権限ないよと。沖縄県が軟弱地盤があるから国の計画に無理があるんじゃないかと言ってることは、それ正しいよと、もう一回よく考えてねというふうに言うのがですね、裁判官としての職業倫理なのではないかと。それを即日結審してまた国勝たそうなんてですね、したらですね、私はこれはもう司法は、日本における司法はもうないと言わざるを得ないと。大変残念なことだなというふうに思いますね。